どうも、ナムチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、ついに聞きました。ダウンロードコンテンツ第6弾、ロジャー、そしてガープ、レイリーですね。3キャラともレベル30まで上げ終わりました。それではロジャーから使っていきましょう。俺は死なねえで。それでは行きましょう。まあ、あまり急がず、ちょっと様子を見ながら行きましょうか。ちょっと待って、ゲージが一気に溜まる。ゲージ一気に溜まるぞ。ちょっと待って、必殺技はカムサリ、カムサリ強え、一発だ。で、クロコダイル、あ、空中コンボも強えの、もしや。空中コンボまで強い。ああ、なるほど。ちょっと待って、これさ、めちゃくちゃだこれ。ちょっと待って、ロジャーめちゃくちゃだ。とんでもない強さ。あ、ちょっと待って、これちょっとすごいひどい。チャージ1の威力が半端じゃない。あの、チャージ1ですっげーぶっ飛ばすし、ゲージが、あ、いや、一発で溜まる。お前たちに一つ教えてやろう。ちょっと待て、恋はいつでもハリケーンなのじゃ。チャージ1がひどすぎる。行くぞ、カムサリー。カムサリー、いいね。剣で示そう。で、通常のみの攻撃でも全然強い。あ、ゲージ溜まり、あ、溜まりやすい。これはあれだ、新スキルのおかげか。よし、次へ向かう。いや、これチャージ後の威力と範囲が半端じゃない。これチャージ後やばいよ。なんだこの強さ。チャージ後とチャージ1が、あの、異常な強さ。一撃でいける？さすがに一撃じゃ無理か。これ覇気をまとうから、あ、いや、ロギアにダメージあるかと思いきやないかな。どうだろう、分かんない。いや、強え。ロジャー強い、半端じゃなく強い。いや、もうさすがだね。ああ、このね、やっぱチャージ1よ。チャージ1の威力が、あの、おかしい。いや、ひどい。これはひどい。まあ、とりあえず、話も聞きたいんで、ちょっとゆっくりと行こうか。ドラビンゾ、俺を捕まえる日は当初だ。あばよう戦国。あ、これなんだ、溜めてる間も、なるほど、これ溜めてる間も攻撃判定ありか。すごいね、チャージ1すげえ。いくぞ。あ、ちょっと待って、え、空中のチャージ1もひどいです。この時代のその先を俺に見せてみろ。おい、強すぎる、とんでもない。やっぱりだ、チャージ1でゲージ全部溜まる。いやー、使いやすい。めちゃくちゃ使いやすい。ロジャーすごい、使いやすすぎる。これがチャージよ。いやー、これ全攻撃いけるわ。ちょっと待って、ここでゲージを、やっぱり
なるほどね。時代を変えるにはもう少しチャージ1は溜めないと一気にゲージは溜まらないですね。でもあの本気バーストすると溜まった状態だから全然 OK。 お、あーなるほど、ロギアの2人が残ってるわけね。なんだこれ。どこいるどこいる、あれちょっと待って、サボどこ。あ、サボそこいた。オッケー、いいね。じゃあ最後行きましょうか。一旦引くか。ちょっと始まるまでにゲージを貯めたいけども。あ、これシャンクスとかとどういう話すんの。よくやってくれた。あ、ちょっと待って、これ貯めてから。あ、いやもう大丈夫か。オッケー、本気を見せていきましょう。ここはちょっとある程度一気にいくか。ほら受けてみろ。この一戦で決着をつけよう。いや、本当笑っちゃうぐらい強い。行くぞ。倒さないよ、倒さないでよ、そんな簡単に倒さないで。本気で行こう。おい、やばい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 、あぶねえ、強すぎて倒しそう。俺がこう取ってた。これを捕まえる日は当初だな。いや、本当にこれはひどい。じゃあもうサボ行っちゃいましょうか。俺たちのもんだ。やるじゃねえ。邪魔するんじゃねえ。余裕。はい、ということでロジャーを使ってみました。全攻撃めちゃくちゃ強かったんですけども、特にチャージ1が強い。チャージ1がやばすぎる。ゴリゴリ HP 削るし、ゲージ一気に溜まるしで、まあ基本的にチャージ1を振りつつ戦っていって、でゲージすぐ溜まるんで、で必殺技をぶっ破する、まあ、そういう感じで戦っていっていいんではないでしょうか。あー、これはちょっとスキル構成どういう風にするかな。ぶっ飛ばし攻撃を強めにした方が、強そうですね。うん、いやいや、異常です、強さが。うん、これ白ひげは超えたね。白ひげを超える強さは全然あります。ドラゴンカイドウとはどうかなっていうところなんですけども、いや、これむちゃくちゃ強いです。使ってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。